人落語めちゃくちゃ面白かった。そうなんですよ、二人落語面白いよね。もう漫才コントみたいなね、もうやってて楽しすぎて、うん、それもあったかな。めちゃくちゃ楽しかった。あ、まあこれは終わってからにしよう、終わってからにしよう。あんまり喋りすぎてもね、これから見に行く人もいますもんね。もうね、見ての通りニキビがあるんです。見えないここにもあるし、見えるとこにもあるし、あーメイク、でもお風呂入りたかったからしょうがない。ということで、あと30分で帰らないおじさんの5話が始まります。なのでね、そのおじさん見てね配信なんですけれども、髪長くない？髪長にゃー、ああ顔も髪の毛もボザボザ、今日の5話はもう予告見て分かる通り踊ってます。そしておじさんたちと同じ時間を過ごします。やっと1話はお散歩してるおじさんたちに出くわしてついていって、なんかなんだあのおじさんたちってなって、やばいやばいって言って帰って、2話はまたいるってなって野球盤してるおじさんたちにまた出会っちゃって、なんか野球一緒になんか喜んじゃって、やったとか言って、で一緒にやるみたいに言われてやばいと思って焦って帰ってっていう庭で、3話は何だったっけ、3話何でしたっけ、あ、自転車かな、自転車してるおじさんたちに会っちゃって、で落とし物拾っちゃって頑張って届けに行って、ちょっとだけ会話しちゃったんだよね。それでやばいやばいってなって帰って、そう山育ちなんでっていうセリフがあって、そうレイコは長野県出身だそうです。長野県出身設定なんだって。まあ確かに山ありそう、いっぱい。で4話、先週の4話が秘密基地、おじさんたちの秘密基地に入っちゃってそこで寝ちゃってみたいなね。で落とし物してっちゃったんだよね、ヘベレッケさん。で今回がどうなのかっていう感じで、ヘベレケさんグッズ欲しい。そう可愛いですよね、ヘベレケさん。おーなんだこれ、ヘベレケさん。私も撮影終わってからあのヘベレケさん欲しいですって言って一つだけもらえた。そうですね、先週の回は
初めてレイコが仕事してる姿見れましたね。プレゼンしてたね。営業職なんです。OL。 テロップに書こう。よし、できた。はい、で、いよいよ5話。5話だよ、もう半分。あっという間。6話はあれで、あれ?あ、6話あれで、7話があれで、8話が、あ、あれで、9話があれで、10話があれか。いやもういいですよ、こっからだいぶいいですよ。なんか撮影的にもどんどんね、この輪が進むにつれて私の思い出も深くなってくって感じです。もうほんと楽しみにしててください。そう、 TVer も見れますけど、 Amazon プライムとか U-NEXT とか Paravi でも見れます。母がおじさんの横の女の子が気になるって言ってる。嬉しい、私です。嬉しい、ありがとうございます。まあ確かに気になるよね、いつもいるもん。約束通り録画予約した。ああ、ありがとうございます、嬉しい。ということはアマプラなら今から全話見れる。そうですね、今放送されてる分は全部見れる。あの TVer と同じで次の日のお昼に追加されてるアマプラ。私もアマプラ入ってますのでアマプラで見れちゃう。何これ、すごい落語って感じ。 BSTBS、 そうです、 BS 見れる方は絶対見てください。これからで見れないよって方は明日の昼以降から TVer で見てください。マリアちゃんにハマりたいと思ってるのですが、お話し会を取るべきでしょうか。うん、ハマりたいと思ってる、嬉しい、ハマって、ハマって。でもハマろうと思ってハマるもんじゃないよね。ハマっちゃったでハマるもんだよね。ハマらせないといけない。そのためにはどうしたらいいんだろう。お話し会で話すじゃない、まあそれもそう。おじさんを見てください。結局おじさん。いよいよ玲子の正体が判明する。正体不明、まあ確かに謎だよね。確かに自己紹介もしてなくない、そういえばドラマの中で。私は玲子みたいなさ、ナレーションないもんね。私は松永玲子、 OL をしていますみたいなナレーションないもん、玲子ってずっと。確かに山育ちってことしか言ってない。確かに確かに。そう、いつもね玲子はイライラして登場してますよね。今のところ難しかった、なんかいろんなイライラを撮影するの。だから本当に監督がいつもアドバイスしてくれて、もっとこうした方がいいとか、こうしてみたらとかいっぱい言ってくれて、そう、そのイライラシーンとかは特にでした。今日のイライラシーン、あ、今日のイライラシーンもね結構ね、
テイルおもろかった、イエーイ嬉しいね。テイル面白いですよね、私も好き。京子も、京子も面白いよ。京子は私が緊張しちゃったからすごい好き。自分がやるどっちの、あ、落語の話に戻るんですけど、自分がやる落語の演目どっちもすごい好き。2つあるんですけど、落語5と6も来ます。めっちゃ来てくれるじゃん。でもね、1回目見た時と2回目見た時で面白ポイント違うかもしれないですよね。オチを知ってると知ってないじゃん。もう一回タイトル教えて。何のですか？帰らないおじさん？ドラマの話かな？テイルは面白いより可愛いが強い。あ、本当に？そうなんだ。演出家の人に可愛くない方のテイルって言われた。同じテイルをやってる人がいっぱいいるんだけど、清水さんのは可愛くないテイル。でもそういう風に作ってるんだ。カエルさんで叫ぶシーンは心から、あー、よくお気づきで、心からの叫びです。あれはなんでかっていうと、撮影の前、本番の前にテストがあるんですよ。そうで、テストでもカエルを乗せて、テストの時に初めてカエルが足に乗ったので、もう、あ、思い出しただけで、でも心からの叫びだよ。だって初めてだもん、足にカエルが乗るなんて。で、心の叫びが出ちゃって、ギーって、で、あ、やばいやばいみたいになって、でも台本ではグエッだったんですよ。だから本番ってなって、グエッて言わなきゃと思ったけど、本番でグエッって言ったけど、放送見たら使われてたのがそのテストのイエーでした。本物のカエルですよ。ちっちゃいカエルとでっかいカエルが用意されてて、あ、そう、なんかね、インスタグラムのリールっていうんですか、カエルのおじさんのリールに載ってます。カエル見てください。見てないんだな。見てください。いや、でもカエルをね、私はね、うーってなっちゃったけど、スタッフさんの中で結構ね、可愛いって言ってる人多かった。可愛いみたいな、2匹いたんですけど、可愛い可愛いみたいになってる人いっぱいいて、マジかと思って。で、可愛いって言った瞬間にお弁当食べてたりとかして、いやー無理と思った。私はこれくらいのカエルとこれくらいのカエルがいた。2匹用意されてて、そう、顔はね、可愛いですよねそうそう。で、実はそのカエルのが乗った瞬間の私の動画があるんですけど、載せようかなと思ったけど悩んでる。可愛くなさすぎて自分が。でも面白いよね。めっちゃ怯えてた。帰らないおじさんで帰るって意味深だなすごい考察、考察班。帰らないおじさんで考察してる、面白い。あの時は真夏でって言っても9月だったけど、本当に暑くて、もうね、でもずっと外だったから、あの秘密基地の撮影とか、本当に待ち時間も日向だしみたいな、もう真夏、もうみんなグデーみたいな、もうね、本当に外にいるだけで汗がダラダラ出てくるぐらい暑い日で、そう。でもなんと秘密基地の中身の撮影は室内なんです。スタジオで秘密基地を作って、室内は中で撮ったの、クーラーガンガンの部屋で。外観とかは、まあ、外なんですけど、
その例えばレイコが寝て起きたシーンとか、こう入って意外としっかりしてるって言ってるシーンとか、おじさんたちがこう駄菓子の見せ合いっこしてるシーンとかも、室内に同じ秘密基地を作って撮ったんです。めっちゃ涼しかった。あと10分ちょい。あ、ひーちゃんと同じブラシ使ってる私。めっちゃテレビ見てる今。トリートメントしてからシャンプーするんだって。なる。タオルを下敷きにして乾かす。え、そうなんだ。マジ？本当に？嘘。やってみよう。私ドライヤー本当時間かかるんですけど、こうタオルやってくれると早いんだ。マリアちゃんのヘアケアは？私はシャンプーして、でもスタイリング剤がたくさんついてるときはシャンプーに返して、でトリートメントして、でなんかヘアパックみたいな濃い系のトリートメントして乾かす。ガーって超雑に乾かす。でも確かにそのスタイリング剤がいっぱいついてるときはトリートメントからするとまずスタイリング剤が落ちるって聞いたことある。でもね、試したことない。いや取れないですよスタイリング剤。でも今ってやっぱりガチガチに固めるのものよりも、なんかなんていうんですか、なんていうの、なんかなんていうの、ツヤ出しまとめる系、濡れ感とかのねワックスとかがねすごい取れないからね、お風呂大変ですよ。でも今日私がやってた髪の毛は何もスタイリング剤つけてくれなかった、つけなかったのでラッキーだった。話戻って落語の話なんですけど、髪型自由なの。そうで今日はハーフアップ、おすすめのハーフアップにしたんですけど、メイクさんおすすめの、あとね2日間あるんですけど決めてます。何にするか楽しみ。袴の色も黒とかで結構私的に珍しい、黒ピンクっていう、めっちゃ珍しくない？あと8分、見てくれますか？なんか同時視聴配信みたいのも考えたけど、でもね正直視聴中はちゃんと見てほしいしツイートしてほしいかも。だから私が配信しちゃったらどっち見ればいいか分かんなくなっちゃうかもしれないし、ツイートもできないと思うので同時配信はしません。そうお願いします。だからやるならなんか TVer とかで一緒にせーのでポチで見ながら見るとかね、これかな。そう公式さんすぐつぶやきにいいねしてくれる。そう、それくらいみんな
あのハッシュタグを見てます。そうなんですよ、公式さん以外も監督とかもめっちゃ監督めっちゃエゴサしてんだなって思う。いやそれくらい本当にみんなこの帰らないおじさんを、なんだろう、好きでいてくれる人を大切にしたいし、好きでいてくれる人を探してる、一緒に盛り上げてくれる人っていう感じですよ、帰らないおじさん。撮影したところの市役所にパネルが置かれてる。そうなんですよ、狛江市、狛江市っていうところで結構撮影したんですけど、狛江市さんが協力してくれて、なので狛江市の市役所にね、帰らぬおじさんのパネルがあるんだって。すごくないですか、狛江、狛江。私最初さ、撮影初日狛江駅集合でって言われて読めなくて、狛江が、そう、これなんて読むんですかって聞いちゃったもん、マネージャーさんに笑われた。狛江とか、あと電車のシーンは気づいてる人はいるんですけど、あれはね、京王線つつじが丘駅結構使われるらしいんですよ、あそこの踏切が。そう、でもいろんな公園が出てきてると思うんですけど、いろんなとこの公園行ったし、実は自転車の回は千葉です。結構千葉も行った。千葉ね、あと何話のどこかは言えないですけど、4時間かけて行きました一人で。おじさまたちは皆さんマネージャーの車とかがあるしですけど、私なんてものはそんなものはないので自力なんですよ。でその日は一人で電車乗って高速バス乗って山道を歩いてバス乗って迎え来てもらってみたいな、4時間かかって行って、そう一人で行った。結構惹かれた、ここまで一人で来たのみたいな。そうそう、もう冒険でした。うん、 YK エージェント頑張らないと、頑張って車両を（笑）マネージャーさんはいる時といない時が。でもそれも思い出、なんか山道歩くことないから一人で楽しかったです。これは車道なの歩道なのみたいな。マネージャーさん車ないんだって、多分。だからね、でもいい思い出で、その日撮影したシーンが結構個人的にすごい緊張したし、思い入れの強いシーンだったりもしました。じゃあもう始まるのでランキングを読みます。俺を雇ってください。え、本当に20位コバ、群マニア献血ポスターゲット、あ、ありがとうございます。そう、私のね、新しいポスターがね、今献血するともらえるのかな、ありがとうございます。19位ホアン、ありがとうございます。18位モンゴリアンプッチョ、ありがとうございます。17位フット群マニア、ありがとうございます。16位清水、ありがとうございます。15位マサヤ鳥平、
ありがとうございます。14位よ、台湾夜嵐、清水かわいい握手会ありがとう、ありがとう、ありがとう。13位、タッチゴール群馬ニア、ありがとうございます。12位、ひろのり群馬ニア、土曜日行くよ、待ってます、頑張ります。11位、おやちゃん、ありがとうございます。10位、みやこブルー群馬ニア研究生、ありがとうございます。10位じゃない、9位、とち太郎、ありがとうございます。8位、同胞葵、ありがとうございます。7位、幼いクリーニング群馬ニア、ありがとうございます。6位、チャー群馬ニア、ありがとうございます。5位、三角おむすび群馬ニア、ありがとうございます。5位じゃない、4位、りょう日曜日行きます、待ってます、ありがとうございます。3位、水まりしびこ群馬ニア、お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。2位、三国屋善次郎群馬ニア、ありがとう、ありがとうございます。そして1位はケンケン、明日はピッツァ食べようかな、お、ぜひぜひぜひ千駄ヶ谷国立競技前行ってください、ありがとう。1位、では始まりますね、始まってる、バイバーイ、見てね。